サングラスのてっちゃんです。今日はリアデッドフライとエッグフライを説明します。まず鍛えたい部位は赤い部分で変色しているので絵を見てください。そして重量の変更はこの黄色いノブを引いて差し込んで決定です。今日はこれぐらい。まずは後ろから前をします。このレバーを引くと引っ張るレバーが移動します。この状態の時は後ろから前で、後ろから前です。後ろから前、そして変更するときは今度逆に前から後ろになります。音は出さないでください。後ろ、前から後ろ、前から後ろです。終わりましたら元の位置に戻してください。これも戻します。あと座席も高さに合わせて整えていきます。以上です。